皆さんおはよう、えー、今回あのキラーカンさんががんになったっていうあのニュースを見ましたで僕はあの新大久保がすごい好きでよく行くんであのキラーカンさんをあの生で何回も見ました、まあ、お店があったんですよねでそこにいつも <laughs> キラーカンの店で歌ってるぐらいで、まあ、常にいらしたんですよね、まあ、正直中に入ったことはないんですけど外からちらちら見てあキラーカンだみたいな感じで見てましたであの ついね、1年ぐらい前かな、あの、キラー・カーンさんが、その、自転車に、あの、乗ってるんだよね、その、店に行くのにね。で、事故ったんですよね。それが、まあ、キラー・カーンさんの方が過失があって、なんか、加害者として、ニュースになったんですよね。まあ、それもなんか、まあ、結構、猛力していて、あの巨体で、チャリこいでいて、あと、キラー・カーンさんにしてみたら、あの、新大久保はすごいあの変わったっていうんだよね。今、韓国の街じゃないですか。で、 前まではその韓国の街がなかった、まあ、自分がオープンしたての頃はちなみにあの人は新宿でやっていたんだよねお店でそこから移転してきて <laughs> 移転したての頃はあのそんな韓国の街がなかったんですよねでやっぱチャリンコこいでいて人が多くてやっぱぶつかるようになったってもう街も変わっちまったなってで、あの最初は好きだったんだけどこの街が嫌いになったもう韓国のあのブーム韓流ブームに押されて こんんんななの求めちゃいいねねえだだみたた感じだったんですよね <laughs> 要は歌舞伎町と新大久保ってもうすぐ歩いてすぐだからまあ移転しやすかったんだと思うんですけどそれでなんか中に入ってくるお客さんとかでもなんか韓国の料理をなんか注文する人とかが多くてで「何でないんですか?」とか言われたりとかして「うちはそんな店じゃねえよ」とか言って <laughs> なんか結構もう嫌気がさしていたそうなんですよねそんななんかネガティブな時期にそのチャリンコの事故も重なったりとかして。 で、僕が思うには、その、結局ね、まあ、自転車の事故から数ヶ月後に、店も閉店したわけですよ。で、ネガティブなんだよね、ずっとね。で、前田ラがあの、店に行って、あの、キラーカンは、まあ、先輩ですよね、前田ラからしたら。であの、YouTube コラボ見たんですけどあの、非常に面白かったです。まあ、バカ話してたんだけど、やっぱその、先輩と後輩ね、その、当時のね、 や絆が今も残ってるみたいな感じで、でもでも気になったのがやっぱ結構キラーカーンがあのなんかちょっと朦朧していたっていうかなんかうんもうおじいちゃんでなんか前田は若いんですよねまああの二人見てるとねちょっと危なっかしかったんですよねそれでまあネガティブなそのね事故があった後にあの 店をね、体験撤退っていう形で、で、YouTube 最近始めていて、なんか、どうなっちゃうんだろうなって正直思ってました。まあ僕はすごい、あの、プロレスが好きだったんですよ。でまあ当然キラーカーンは世代じゃないんですけど、あの、まあ、東ー三十四が好きで、プロレスが好きで。で、あと、最近知ったのは、あの、キラーカーンさんは、その、アメリカで結構人気出たんだよね。要はあの、キラーカーンってあの、東洋人のキャラで、 あのアメリカで人気だから要はグレート歌舞伎とかも歌舞伎っつって日本人だからそういうギミックレスラーとして人気が出てでその時に外人の人と結婚したんだよね現地ででそこで子供が生まれて娘さんがいてで,でもキラカワはそのいつまでもそのアメリカで試合できないから日本に帰ってくるわけじゃないですかであの奥さんと子供を残して帰ってきてでも現在にいたのも数十年会ってないんですって。 これを聞いたときに、なんかやっぱ昭和の男っていうか <laughs>、昭和だよねって思うんですよね。まあこれ非常識じゃないですか。でもね、向こうで子供作って結婚して、日本に戻ってきて <laughs>、嫁とね、娘を残して、で最近なんか孫が生まれたっていう話を聞いてても、会いてない。これすごいよね。ぶっ飛んでますよね。でもやっぱ昔のね、その男はそうなんだよね。うちのあの、母親の、 父親まあ、亡くなってるんですけどおじいちゃんがまあ一緒に暮らしてたんですけどやっぱ仕事もせずに、うん、まあ道楽な人で <laughs> 全部その嫁にやらせていてで嫁っておばあちゃんにやらせていてやっぱ昔のね昭和の男っていうのはそうなんでね男が上だ偉いみたいなで今の時代そんなことしたら考えられないね養育費はどうなのとかでも昔は通ったんですよねそれがね。ってことで、でままああ日本でまあ普通に レスラー続けてで、結局長州力が嫌いで、あとプロレス界に嫌気がさして引退して、そこからプロレスとは関わってないんですよね。なんかコーチをしてるとか、プロレスのなんか開発してるとか一切関わってなくて、まあ、足洗った形で、まあ、飲食店行ってるんですよね。で、まあ、行ってるっていうか、その立ち上げた経営している。で、要はさ、彼っていうのはすごいネガティブな人だよね <laughs>。正直そう思います。別に気楽観批判とか、 嫌いいとかないですよまあ冷静に見るとねああやってね嫁と娘を置き去りに日本に帰ってきてで日本でねあのプロレスラー続けてでも長州が嫌いで <laughs> 今でも嫌いって言ってるんですよねやめてで店出して店出したらねそして新大久の町が嫌いになったとかで結局あの癌になってしまったんですよねが、まあ、癌になってしまったら本当に あの <laughs> 当たり前ですけどねでもやっぱなんかその自分のその思想っていうか思いとか心の状態とかがよくなくてやっぱ常にネガティブだとその癌とかにもなりやすいんじゃないのかなとも正直思うんですよねでネガティブなことが続いてここで大きな <laughs> あの癌っていうね告知されていやあの世代の人はねもう 八代駅とも結構仲が良くてその一緒にコラボとかしてんのかなで八代駅もその足がなんか腫れると思ってその足のね親指かなんかが腫れると思ってなんか海が入ったとか思っていたら結構もう腐ってきて足切断で今義足ですよねまあ八代駅も焼肉焼けしてますよね高田の馬場でとかまああの世代の人はもう若い時に無茶したしその月が回ってきてるしまあ体にガタガタ来てまあ ね、命とかもねもしかしたらっていうところまで、ね、来ちゃってますよねでキラカンさんもあの「俺はいつ死んでもいい」みたいなことをおっしゃってましたで「死んだら天国でアンドレと酒をねなんか飲み交わしたい」みたいなことに <laughs> 言っていたんですけど何て言いますかね哀愁があるというかなんかむ昔の日本人ですよねなんかうんなんかもうちょっと 明るく楽しくなんかポップに <laughs> 生きれたらよかったのになぁと思うんですけどなんかねえなんか例えばですけどあの,その奥さんと娘さんにやっぱ会ってほしいなぁとも思うしねうんもうプライドとかさもう過去のいざこざとかも水に流して会ってほしいなって思うしなんかいいことがあってほしいなって正直思うんですよね。 で今プロレス界で例えば前田と猪木とかもすごい仲悪かったりとかしてあのでもやっぱ月日が経ってみんなおじいちゃんなってきてみんな仲良くなって手つないでるんですよねまあ表向きはねだからそういうなんか長州力との確執とかももういいでしょうって思うしなんか長州も人気あるから一緒にコラボとかしたりとかなんかもうがんになってしまった以上はいつね命がね絶たれてもおかしくないからなんか 今までネガティブだったことをポジティブにひっくり返して、その家族関係とかも良くなってほしいなって思うし、まあ、再会してほしいなと思うよ、マジで。とか、まあ、長州猪木とかともね、一緒になんか映ってほしいなって思うし、でも前田明がね、あんだけ慕ってるぐらいだから、その悪い人間じゃないのかなって思うんですよね。わ、まあ、かんないけどね。うーん。まあ、それが僕のキラーカンさんへの思いでした。では、どうもありがとうございました。